シーカ3位、戻りました。あ、お姉ちゃん、お帰りなさ。ロイドさん。ウラン、君もこちらに来ていたんだな。よかった、元気にしてたみたいだね。キーアちゃん、ティオちゃんにマジさんも。よかった、調印式があんなことになって。私フラン、ご心配をおかけしました。うん、みんなが無事ならそれで。で、あれ、そちらの方たちは。お邪魔させていただきます。こんなところに潜伏していたとは。警察もなかなか根性あるじゃないか。ああ、君たちは。ロイド、無事だったんだな。フランス、ケイト先輩、ドロバン警部に、レイモンドさんも。副局長までいらっしゃるとはね。見かけによらずしぶといご人だ。えい、こちらのセリフだ。変わりなさそうで何よりだ。本当に無事でよかったわ。お帰りなさい、ロイド君たち。はい、ただいま戻りました先輩。
よかった。大きな怪我もないみたいで。軍需工場の調査は本当にお疲れ様でした。少し見ねえ間に随分と賑やかになったみたいだな。Thank you.
私の番ですね。やっ、しかしノエルのバイク姿、本当に様になってるよな。そうですか。もともと自転車なんかも乗ってましたけど、ノエルさんにもぜひあの気持ちいい風を感じてほしいです。乗るときはぜひともご指導を頼むよ。よし。
よし、私の番ですね。電磁ネット投射。皆さんお疲れ様でした。みんな拠り所が欲しかったんだと思います。長い間苦難に見舞われて、誇りすら持つことを許されなくて、そんな状況を変えてくれる何かを夢見てしまった。2年前の国防軍が私にとってのそれでした。そして自分自身の信じてきたものや誰かの犠牲からも目をそらしてしまった。市民の皆さんが新総統を受け入れてしまったことも同じです。でも私思うんです、そんなのはクロスベルらしくないって。どんな苦境に見舞われても何度でも立ち上がることができるタフさ。多くの人たちが独立という誇りを求め続け、属州下にあっても確かに抱き続けた故郷への思い、それは幾度となく苦難に見舞われてきたクロスベルだからこそ培えたものですから。ええ、クロスベルだって絶対に取り戻せるはずです。私信じてますから。2年前私に私らしさを取り戻してくれたロイドさんとならって、引き返してください皆さん。いずれ争うことになるしかなくても、今はせめて。甘いなノエル、そんな甘い覚悟で本当に大義に準じているつもりなのか。ノエル、君は弱くなった。ただひたすらにまっすぐでいられなくなった。今の君相手なら俺にだって勝てる。君が勝ったら俺たちを捕まえればいい。だが俺が勝ったら君は俺がもらう。今度は私がロイドさんの背中を押す番です。頑張りましょう、私たちがずっと守りたいと願い続けてきたもののために。
てるな。トンネル道を抜けましたね。そこ。マインツまであと少しだ。油断させません。負けられない。お返しです。これで終わりだ。Huh!